ヨギボウィーリーグ第3節ノジマステラホーム開幕ゲームベレーザを迎えての一戦です。まずは1分のシーン、伊藤樹里のクロス、下がりながら杉田に見事な先制ゴール、開始1分のプレーでした。ノジマステラが先制、ダイレクトでクロスを上げていった伊藤樹里も見事なプレーでした。ゴールキーパー田中の上を越えてきました。続くシーン、同点のシーンです。藤野青葉、右サイドから突破を試みて、ゴールキーパー久野の頭上を行くクロスに最後合わせたのは土方。最後ヘディングでちょこんと合わせる、そんな優しいクロス、見事なこの突破力、藤野青葉。土方もきっちり決めて、これで前半のうちに同点に追いついたベレーザ。後半です。ベレーザ今度のプレーは木下、中央藤野に合わせていくスルーパス、しかしながらきっちりと守っていました野島ステラですが、続いてのシーン60分、ここも木下、この木下からのスルーパス今日何度も見られました。ダイレクトで合わせていった植木に、最後は北村、ダイレクトで左足巻いてくるこのシュートに久野もよく弾いたんですが、最後押し込んだのは北村でした。そして66分です。北村ドリブルから最後大賀が後ろから引っ掛けて PK、突破を試みた北村に対し、この PK、 キーパーの逆をついた植木が今シーズン初ゴール、きっちりと決めているベレーザ。そして野島ステラ72分、松本の左足のクロスにヘディングで合わせていった杉田ですが、ここは田中のビッグセーブでした。